キャラを強くする方法は FF14 単体ではできません。別のサイトを経由して行います。そのサイトがこちら、モグステーション。モグステーションとはご覧の通り、 FF14 の残りプレイ日数を確認できたり、プレイ駆使を追加できたりなどできるサイトです。本当にいろんなことがねできるから、 FF14 をやっている人ならいっぱいお世話になるであろうサイトだね。で、キャラを強くする方法というのはこのオプションアイテムに存在します。キャラを強くするアイテムというのがこちら、冒険録。このアイテムは説明に書いてある通り、今すぐ最新の拡張パッケージを楽しみたい人に向けたアイテムで、ジョブレベルブースト、メインクエストコンプリートの2種類が存在します。レベルブーストを購入するとこのような特典が得られます。レベル上昇はもちろん、いろんなアイテムがね手に入るみたいだね。使い方は至って簡単。モグステーションで商品を購入し、モグレターで対象アイテムを受け取る。手に入れたアイテムを使用すると自動でログアウトするので、再度ログインすると、あら不思議、あなたのキャラクターは一気に強くなってしまうのです。それでは実際に購入してみましょう。今回自分は召喚士のレベルブーストアイテムを購入します。お支払い方法はこんな感じでいくつかあるみたい。自分はまだクレジットカードを持っていないので、今回はクリスタというスクエニのゲームで使える仮想通貨で払います。よーし、これでゲームにログインするとメールが届いてるはず。早速見てみよう。お、ちゃんとメールが届いてるね。この召喚士の冒険録を使うことで彼女のレベルも一気に上昇するってことでしょ。いやー楽しみだな。アイテムを使う前がこんな感じね。アイテムを使うとどのような装備に生まれ変わるのか、それでは早速レベルブーストアイテムを使っていきましょう。お願いします。お、ログアウトした。来たぞ、おい。で、この後再びログインすることで俺のキャラが変わっているはず。キャラの選択画面で常に変わっていたりしてな。ちょっと待て、なんかいろいろ変わってるぞ。ちゃんと召喚士でレベル70になってるんだけど、なんだお前のその顔、サイボーグにされたのか。衣装の方もなかなか豪華な感じになってるね。いやすげえな、アイテム一つで姿形が一気に変わっちまうなんてな。キャラを選択したらなんかこのような画面になりました。あのアイテムを使うと最初に説明画面になるんだね。わざわざご丁寧にありがとうございます。装備を整えただけでは過酷な戦いに生き残れないかも。まあ正論だわな。確かに装備自体は強くなったんだけど、技術面の方はね、残念ながらお金の力であろうとどうしようもないからな。おい、なんかいろいろと出てきたんだけど、ひとまず初心者のやつは置いとこう。なんか変なアイコンが2つほど増えてるんだけど、トランスゲージ、え、何これ。まあ召喚士のレベルが上昇するとバハムートのアイコンが追加されるんだね。え、トランスシントってやつが2段階目になるとバハムートが召喚できるのか。おお、これについては早く使ってみたいね。あとはエーテルフローってやつもあるんだね。ホットバーを横向きにして今覚えてるアビリティを調べてみたんだけど、見たことないアビリティがいっぱいあって、どれがどんな能力なのか全くわかりません。装備の方は、あー、これもいろいろと変わってるね。装備アイコンの背景がなんか青色になってるんだよね。でもアクセサリーの方はまあ変わってないんだな。じゃあ早速カーバンクル呼んでみるか。カー君見てくれよ、この新しい装備。どれお前。え、確かにカーバンクルのアイコンを押したよな。あ、カーバンクルが呼べなくなってる。マジか、エメラルドから入れ替わる形でこの召喚士が呼べるようになってるのか。じゃあトパーズの方は、あ、タイタンになってる。やっぱりこれも入れ替わってるね。なんか近くで見てるとさ、このタイタン
ジャガイモに見えてくるんだよね。色といい、形といいさ。あ、サモン3ってのもある。え、これは誰が来るんだ？あー、イフリートか。いつ見てもまがまがしいな。では、もう一つ、ストーリーコンプリートってアイテムもあったので、そっちも使ってみよう。今回自分は、グレン編までをコンプリートするアイテムを購入しました。さっきと同様、このアイテムを使うことで、自動的にログアウトされるので、再度ログインします。すると、さっきのように、冒頭で説明シーンがあります。金の力でグレン編を完結させてしまったと。エオルゼアの世界の危機は、金の力で退けることができるんだね。光の戦士の力？いやいや、そんなのいりません。金さえ払えば、メテオが落ちてこようと、敵国に襲撃されようと、すべて解決できてしまう。現実だろうと、ゲームの世界だろうと、あとスマホアプリの世界だろうと、結局は、金持ちが有利だってことなんだね。ああ、金持ちが羨ましい。宿屋からスタートするんだ。へえ。さて、ストーリーはどんな感じかな？なんかこっちもこっちでやべえことになってるぜ、おい。今回、グレン編までのストーリーを完結させるアイテムを購入したから、クリアしたことになっているクエスト数が、とんでもないことになってるってことだよね。バンシンクエストもコンプリートしてるじゃん。ああ、バーシンだろうと、彼の力にはかなわなかったってことだね。まあ、結論から言うと、金さえあれば、レベル上げも、ストーリー攻略も、簡単にできるってことだね。すごい、忙しい現代社会の心強い味方だね。